バレずに漫画を読みたい。ハサミでまず自分の頭を刈って、見た目はノート、中身は漫画。その作業も逆に無駄すぎる。病院食だけじゃ足りないな。間食禁止。ポテチか羊羹か。今の気分だと俺は羊羹を食いたい。おじいちゃんが食べそうなお菓子を選んで正解だったわ。なるほど。罪をなすりつけた。やべ。親父にバレたらしばかれる。お菓子シガレットと見せかけるか。それとも、これ何？これおもらし？正解しちゃったし。最終手段だけど、強烈な匂いでタバコの匂いはバレなかった。毒を持って毒を制す。今日こそは成功させてやる。ピンポン出しか。ヤンキーのせいにする。快感、ダメですよ。ふわふわのお尻。どっちなら触れるかな？綱引き、二人三脚。二人三脚の方が近そうだけども、これはあえて綱引きにしよう。よし。大事なところにお尻が当たる。これ入ってまーせんね。なるほど、そういうパターンか。どうしよう、おなら出そう、出せ。わーって言いながら、それでかき消す。手拍子で。だね。実際ビートボックスのハンドクラップ音って、で、このちょっとね、プっていうね、おならに似てるんですよね。ここから逃げ出さなきゃ。うんこでしょう。だろうね。うんこに気を取られてるうちに取られません。このままじゃ殺されちゃう。防犯アラームよりパンツだ。ビキニパンツで世界を救え。お股がスースーするけど命は助かった。助かったな、よく。妻に疑われている。回避せよ。荷台持ちか。おっさんの写真何に使うのこれ。妻のすぐそばで浮気メール。背徳感とスリルも最高だ。あ、なるほど。浮気は浮気なんだけども、男相手だったと。倍だったんですね。バレないように美味しい料理を出して。お惣菜物だと、これ、どこどこスーパーのやつでしょってバレそうだから、冷凍にしようか。ダメか、冷凍食品もバレちゃうか。冷凍餃子はうまく焼けなかったみたい。まあ、味の素の冷凍餃子だったらね、誰でも簡単に焼けるから、あれいいよね、めちゃめちゃうまいし。生姜入りのやつとか好き。実はこれ、スーパーのお惣菜なんだけどね。グルメ気取ってるけど、バカしたじゃん。それはね、スーパーがね、美味しいのを作ってくれてるからだよ。もう、休ませて。こら。あ、はっきりと意見を言うのが大事と。私は大舅に可愛がられてるんだよね。ラッキー。そういう上下関係の連鎖。やば、自己 PR 覚えらんないよ。手に書くか、ハンカチに。ここは手に、いや、でも、なんかの表紙にね、見られちゃいそうだから、ハンカチシフ。なるほど、汗をふくふりしてか。ハンカチならポッケに隠せるし、便利。新しいハニーからの電話に出たい。韓流ドラマを見せていてその隙に。ダメか。余計電話に出れない。母さんとの説教は長いから、その間にハニーと電話しよっと。それじゃあ足りないよ。毛虫 UFO どういうこと？キャ取られちゃう。ダメか。あ、UFO だーなんて通用しない。毛虫ってやってる間に食えってこと？でもそれだったらさ、単純にさ、もっと作ってって言えばいいじゃん。もしくは自分で作るとか。少女の血を飲ませろ。トリックはトリート。レッツハロウィンガブ。あの女、絶対許さないんだから。女性囚人同士。ドリアンの香りか、これ。正解ダメでした。ドリアンの匂いで死ぬってのは嘘だったんかい。死にはしないんじゃないか。チェリー。さくらんぼの種は数個でもすりつぶして食べると危険。しかも無味無臭。マジか。それは危険な知識だな。絶対真似しちゃダメだぞ。あいつのサンドイッチに混ぜてやったんだ。幼稚園にアメちゃん持っていきたいよ。キャンディー。私、もっと食べたいのに、ママがね、2つしかくれないの。これに隠せる？アメちゃん、持ってるよ。そんな隠し方、入りすぎでしょ。僕たち、カップルだからチューしたいな。ラブラブなカップルが、フリフリでチューしちゃう？なるほど。劇の最中だったらチューしても、バレないもん。もっと大きなとこにお絵かきさせて。殴って実力行使。ダメか。ちょっとケンシロウみたいな眉毛してるからね、飛行ついてやっつけられるかなと思ったけども。えいえい、先生はやっつけられなかった。えいえい、怒った？怒ってるよ。G を放て。先生がいない間に広々お絵描き。起こさないようにね。はしごの方がガッタンっていきそうだから、ここはハンマーで。ダメか。吠えないで。無理があるだろう。ゆっくり寝ててね。煙突から入る方が無理でしょう。波平とカツオだ。逃げなきゃー。なんだこれは。わー。火事だーみたいな感じで、やっぱ他に気を向けながらか。助けてー。え、どういうことこれ。あのハゲ茶瓶が割りましたってことにしたの？なんだこれ。特別収録。ザ・突破アプリ。銀行強盗に金を出せ、金を出せかと脅されている。金玉を出せか。撃退するにはどうしたらいい？高価にして重くさせて、これで逃げられないようにすると。小銭を投げつけて、そっちかーい。強盗を撃退。お金をたくさん持ってる銀行だからこそできる技だね。そんな技を使っちゃダメでしょう。ちなみにこのバレずになんやかんやのシリーズが、これで終わりなんだ。次ここ。狭い隙間。あいのこのピンチ。これだけ。これがおまけで、うん。これ以外は元のやつに戻んのかな？いやでも、同じようなタッチになったから、これもう別のゲームになっちゃったね。じゃあもう終わりでいいかな？俺はあくまでこのバレずに生きるを実況したってわけだから、うん。次のゲームはいいんだ。さあ、ということで、一応全ステージクリアできたのかな？うん。単純にこういうさ、ピンチを回避する系かなと思ったら、ちょっとね、大人な内容な、というか、おしもな内容なネタがね、たくさんあってね、非常に楽しく、あ、じゃなくて、ちょっとね、教育には良くないかなって部分もあったんで、まあ、これはあくまでね、ネタなので、本気にしないように、絶対真似しないでね、といったあたりで、これにて、このゲームの実況を終わりたいと思います。一応ね、その別ゲームっぽくなってるけども、続きのステージもあるんでね、気になったらやってみましょう。ただ無料のゲームらしく広告は結構な頻度で入るので、そういうのがイラッとする方はお勧めできないかも。ではご視聴ありがとうございました。